行政書士として開業する上でも経営を理解しておくっていうのはこれ非常に大事なこと。大事なものは共感です、信頼です、実績です。この3つなんですよ。行政書士開業して役立つ資格はありますかっていうと、光先生おっす、YouTube です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、様々な資格ってあると思うんですよ。そんな中で行政書士開業で使えるおすすめな資格ってありますか？行政書士開業してさらにこの資格があるとめっちゃ有効だよみたいな。そうですね、これめっちゃ質問多いですよね。はい、めちゃくちゃ聞かれますよ。ぜひ期待して聞いていただければと思いますが、はい、じゃあ最初に結論言っちゃいます。はい、そんな資格はない。え残念ながらそんなものはありません。まあ、どういうことかっていうのもね、ちゃんとお話しましょう。はい、このままだとね、ふざけんなと、なんだこれという話になると思うんで、僕今伝えたのは資格が有効かどうかっていう話をしたんですよ。で、資格はいらないって僕は言ったんですよ。じゃあ何がいるのっつったら、知識、これは必要です。必要なものはある。というのも、皆さんご存知の方もそうでない方もいらっしゃると思うんですけど、資格っていうのは独占資格って言われる、いわゆるこの資格を持ってないとこの仕事は法律上やってはいけませんよって言われてるのが、これ業務独占資格ってやつなんですよね。例えば医師免許がないと手術したり人にメス入れたりとかね、してはいけませんよとか、あるいは弁護士でないと裁判のね、代理になってはいけませんよ。これが独占資格なわけですよ。で、それに対して名称独占っていうのもあって、名称独占資格っていうのは、その資格を持ってればこの資格持ってますよって名乗っていいけど、別に法律上その資格があるからといってこの業務をやっていいですよっていう特権のようなものはないわけですよ。例えば事業でいうと、まあ中小企業診断士さんとかね、この資格持ってるからって特別に何かやっていいよではないよっていう資格があるわけです。後者の方を言うと、これ正直資格があるかないかって一般の人はあんま見てないです。その資格の凄さとか持ってることによる優位性とか分かんないです。だから言ってしまえば、資格そのものが意味あるかないかで言うと別にないです。事業同士のそれこそ飲み会とかで、僕こういう資格持ってるんですよ、うん、なんでお仕事いただけないですかとかっていうのは全然意味ないってことですか？ないですないないですね。ない。だけど誤解のないように言っておきたいのは、それを取るためにはいろんな勉強が必要なわけですよ。で、その勉強を一生懸命やって試験に合格する、その知識量は持ってるわけで、その勉強自体には価値があります。例えば中小企業診断士で言うと、会社の決算書がちゃんと読めるようになるとか、会社のマーケティングだとか経営に関することを幅広く体系的に勉強できるので、この知識は僕はめちゃくちゃ大事だと思うし、おすすめするし、持ってた方がいいんですよ。行政書士として開業する上でも経営を理解しておくっていうのはこれ非常に大事なことなんだけど、じゃあ資格いるかっていうと、別に資格はいらない。知識として勉強ができて、情報やノウハウをお客様に提供することができるんであれば、それは非常に重要なこと。結局お仕事任せるかどうかっていうのは、大事なものは共感です、信頼です、実績です。この3つなんですよ。結局のところは、この人の考え方とかやり方とか生き様とか人間性とかに共感ができるか、この人好きだな、この人にお願いしたいなって思われる共感があるかどうかで、さらにはこの人任せて大丈夫かなっていう信頼、そして実績ですよ。今までどんな案件こなしてきたとか、どんな事例を持ってるのかとか、いい人なだけではなかなか皆さんお金を出して仕事を任せたいと思えないわけですよ。だから、まあ名称独占資格っていうのは、もちろんね、それを取るに至るまでの勉強をちゃんとやって知識があるっていうことはすごく意義があるし価値があるけれども、資格そのものにはあまり価値がないかなと僕は思うと。で、一方で最初に言った業務独占資格っていうのもあるわけですよ。これ例えば行政書士もそうだし、社労士と税理士とかね、いろいろあるじゃないですか。無資格でやっちゃうと罰則がありますよみたいなことですね。じゃあ行政書士として開業する、じゃあ何か資格が必要かっていう質問がありましたけど、これが必要かどうかって考えていった時に、じゃあ例えばですけど、弁護士さんの資格取ったんだったら、もう弁護士さんの仕事をやってくださいよと。別に行政書士の仕事をやる必要なくないってなるし、司法書士さんの資格取ったんだったら、もう司法書士さんの仕事一生懸命頑張ってれば、行政書士の資格取って行政書士の仕事別に無理してやる必要ないでしょっていう話になってくるわけですよ。だから業務独占の資格って非常に強いんだけど、何個も何個も持ってたところで、結局はどれか自分のやりたいやつやればっていう話になるわけで、さらに税理士取るっていうんだったら、税理士の仕事がやりたくて取るんだから、それも税理士さんやればいいじゃないですかっていう話で、行政書士もあるから許認可もできるんです、税理士でもあるから税金のことも分かるんです、両方できますってやりたいと、まあ、それはすごくいいと思うんですけど、でもね、忙しくてね、一人じゃ無理ですよ。だって1日24時間しかないし、時間が足りないぐらいなんで、もう行政書士の仕事だけでも時間が足りないわけですよ、はい、それだったら行政書士の今のお客様、僕の場合は医療の許認可クリニック様がお客様ですけど、その仕事1個増やした方がいいんで、わざわざ違うことやるよりも。
えば行政書士で仕事が取れないから他の資格を取れば仕事が増えるかなって思う方もいると思うんです。だったらもうそっちの仕事頑張った方がいいですよ。だってもともと行政書士の仕事取れないから他の仕事取ろうって思ったわけでしょ、とそっちの仕事取った方がいいんじゃないですかって僕思うし、無理に掛け合わせる必要ないんじゃないのって思う、比較的仕事取りやすい資業っていうのはありますよ。だったらもうそっち取ったんだったらそっちやればいいじゃないですかっていう話、わざわざ掛け合わせる必要ないし、だからもね最初の結論になるわけですよ。自分がやりたいことが先行しすぎてるのも本当は良くなくて、お客様を見て自分の貢献すべき、お役立ちすべきお客様は誰なのか、そのお客様の目線でこういうことをしてくれたら喜んでくれるだろうなっていうことを考えて、その知識を勉強した方がいいですよね。でそこに対しては資格なんかいらない。最初の結論に戻ると、行政書士会議をして役立つ資格はありますかっていうと、そんなもんはありませんっていう話になる。まあそんな感じでいかがでしょうか。1個質問がありまして、先ほど光先生は共感、信頼、実績が大事とおっしゃいましたけど、多分開業したての人っていうのは実績はもちろんない、信頼は難しい、共感は多分できると思うんですけども、2つが難しいと思うんですよ。人はどうしたらいいかなっていうのがありまして。いい質問だ。まあでもね、だいぶいい時間になっちゃったんで、詳しくはそれに関しては公式 LINE 限定動画で詳しくゆっくり話しましょうか。そこでしっかり分かるようにしましょう。もうそれかなり深いテーマなん で今ね、いいお話あったんですけど、最初は共感を得られるって言ったじゃないですか、はい、これも大事ですよ。だから実績や信頼がないんだったら、せめて共感を得ましょうっていうのはあるんですね。まあ、そのあたりも公式 LINE 限定動画でお話しましょう。で今回の動画はこのあたりにしたいと思います。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。僕古川光は無料の公式 LINE やってます。 YouTube では伝えきれない、無料で公開するのはあまりにもったいない、そんなとっておきの情報や限定動画を配信してます。ご興味ある方は概要欄の URL からぜひ僕とお友達になってください。